よっしゃ！おう、おかえり。さてと、それじゃあまずは。悪いが、部屋行って七子を呼んできてくれ。ゆっくりでいいからな。向こう行ってろって言ったのに。そうだな、今日は家族の大事な日なんだ。大事な日？そうだ、お前とこいつと俺が家族になる記念日だ。今までは？それはだな、とにかくな、ちゃんと家族になる記念日なんだ。よくわかんないけど、でも、なんか嬉しいね。よし、じゃあ食おうか。
そのなんだ、今日は妙なことに付き合わせて、その悪かったな。そうか、優しいなお前は。どうもこんなことでもしないとけじめがつけられないと思ってな。それに菜々子にもちゃんと知っておいてほしかった。俺がちゃんと家族としてあの子を大切に思ってるってことを。だんだん千里に似てくるな、菜々子は。笑った顔も気の強いとこも。あの子の顔を見るたびに千里を思い出して辛かったこともある。あの子を迎えに行ったせいで千里は死んだ。そう考えちまいそうになることもあった。それでもあの子がいてくれただけでどれほど救われてきたかわからない。もし俺一人の生活だったらお前を預かるなんてのも考えられなかったしな。多分俺は怖かったんだ。誰かをまっすぐ受け止めて、大切な家族を作って、そしてまたそれをなくしてしまうかもしれないのが。逃げるやつを追うことに逃げてたなんて、まったく滑稽だな。俺はな、ずっと怖かったんだよ。だから俺は敵討ちを言い訳にあの子と向き合うことから逃げたんだ。そうだ、これ以上菜々子を待たせるわけにいかないしな。逃げるのも悔やむのも今夜でもう全部しまいだ。俺はもう二度と大切なものをなくさない。絶対に、絶対にだ。これはお前が教えてくれた強さだな。ありがとな。
稲葉に来た当初は嫌いだった。町の小ささがわかるだろう。けどこう見るといい町だよな。そうだよな。お前みてえに男の中の男なら今頃どう思ってんだろうな。俺さ、先輩に教えてあげたいよ。大事なのは場所じゃないってこと。大嫌いだったこの町が、俺は今大好きだ。ここは何もないけど、家族と仲間と親友がいる。大事なものは遠いどこかにあるんじゃなくて、自分の周りにあるんだってこと。俺ずっと特別になりたかった。多分誰かの特別で初めて自分に意味があると思ってたんだ。だからペルソナ能力とかすげえ興奮した。けど本当はそんなの必要なくて、何かがあるからできるからじゃなくて、生まれて生きてたら気づかないうちにもう誰かの特別になってるんだと思うんだ。例えばお前が俺の特別なようにさ。じゃあさ、みんなの家こっから探そうぜ。ジュネスがあれで、幹線道路がこうだから、俺んちあそこ、あの変な屋根の。ってことはお前の家は、はい、報道愛の時間です。先日無事に犯人逮捕となった稲葉市の逆さ貼り付け連続殺人事件、解決の陰になんと現役高校生の、文字通り少年探偵の活躍があったことご存知でしょうか。今日は甘いマスクでも話題をさらいそうな探偵王子、白金直人くんの特集です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、制服、お兄ちゃんと同じだ。まずは先日の犯人検挙、お疲れ様でした。この事件はかねてから謎が多いとされてきましたが、お手柄でしたね。手柄と呼べるほどのものじゃありません。確かに先日の諸岡さんの事件については犯人の仕業に間違いありません。ですが、事件の全体像を見渡した時、僕にはいくつか違和感が残ります。はあ、と言いますと？具体的なことは残念ながらまだ何とも。ですが、ことは3人もの犠牲が出た殺人事件です。小さな違和感でも追及すべきだと僕は思います。はあ、警察会見の内容と若干異なるようですが、では次に探偵王子の素顔と題しまして、直人君自身のことを聞いていきたいと思います。探偵王子が今まで解決してきた事件はなんと24件。そのうち16件が、お兄ちゃんの学校、探偵さんいるんだ。七子も将来はお兄ちゃんの学校行く。あ、先輩。よし。ね、昨日のテレビ見た？ナオト君出てたやつ。お手柄探偵王子ってのだろ。ま、実際に捕まえたの俺らだけど。でも容疑者を見つけたのは警察だし、
それに協力してたんでしょ。お手柄は確かだと思うよ。けど意外なんだよね。彼テレビとかに出たがるようなタイプじゃないって思ってたんだけど。おはようございます。実は事件のことでお話があって皆さんを待っていました。お話？長話してっと遅刻すんぜ。あれ？てかお前制服。現時点での僕の考えを聞いてもらえますか？なんだよ。最初に被害者の共通点ですが、まず殺害の前に必ず誘拐されるということ。狙われるのはメディアにある程度はっきり取り上げられ急に知名度を得た地元民。そのあたりが確率的に高いでしょう。少なくとも被害者の人物像はあまり重要ではないと思っています。この点皆さんも同じ見解を得てるんじゃありませんか？では単刀直入に言いましょう。この条件に皆さんの何人かも当てはまるということは認めますか？今回の事件は2件目と3件目の間に長いブランクがありました。でもさっきの条件を踏まえて調べるとそれらしい失踪は続いていた。天城由紀子さん、辰巳寛治さん、久慈川理瀬さん、どの人もテレビで報じられた直後に失踪。何かのわけで死を免れたか、自分から目をそらすため自身を被害者の一人に見せかけたか。殺された被害者とも何人かは接点がありますし、皆さんの誰かが犯人かと疑ったこともあります。私らの誰かが犯人ってそんなわけないでしょ。そういうこともあったと言ったんです。現時点でまとめ直すなら今の僕の考えはそれとは全く逆です。犯人なんじゃない。おそらく皆さんは犯人を追い詰める手段を持った人たち、怪獣ではなく助けたから仲間が増えていると考えれば全ての辻褄が合っていく。あくまで想像ですけどね。ただそう考えるとやはり3件目、諸岡さん殺しはおかしいんですよ。メディアにも出ず失踪した形跡もない。そして何より遺体の状況がおかしいです。2件目までの遺体は今も詳しい死因が不明なのに、3件目だけ鈍器による後頭部強打が直接の死因だと分かっている。警察はこの違いに納得のいく答えを持ってないにもかかわらず事件を収束するのに必死です。この上は何か確証をつかめる行動が必要でしょう。確証をつかめる行動？まあ結果がどうあれこれで何かがつかめるはずです。それに皆さん以前僕に興味深いことを言いましたよね。おい、どこ行くんだ？僕は遊びのつもりないですから。直人くん。We'll be right back.
ちゃん。おう。ああ。
誰か映ったよね。犯人捕まったってことは、映ったからって心配する必要ないのか。でもそういや以前、このぼんやり映像、まるで犯行予告だとか意見出なかったっけ。考えてみりゃ、真夜中テレビって結局何だったんだ。事件と絡んでたのか。まあ、なんかすっきりしねえな。どう思うよ。映ってたの誰だと思う？ナオト？なんであいつが映るんだ。そういやあいつ、真夜中テレビのことはどう思ってんだろうな。うん、わかんねえ。気になる。きっと他の連中も見ただろうから、明日学校で話そうぜ。じゃあな。で、昨日の真夜中テレビだけど、映ったの誰なんだろう。クマにも連絡したけど、あっちには誰も入ってないっつんだよな。だって犯人もう捕まったじゃない。まあな。え、ああ、なんすか。なにボケてんだよ。昨日のテレビお前も見ただろ。あんなん関係ねっすよ。もう犯人パクられたんだし。先輩らビビりすぎっしょ。ナオトの野郎が言い残したことわけわかんねえし、振り回されたってしゃあねえっすよ。え、ナオトくん？いや、その、なんつうか。なんだよ、ナオトの言ったこと気にして、そんでぼんやりしてたのかお前。お前あいつとのことまだ引きずってたんだ。違う、引きずってねえっすよ、なの。まあまあ、わかるよ、否定したい気持ちはさ。でも無理すんな。誰も責めたりしないから。の野郎、うぜえぞ。引きずってねえっつってんだろ。ったく、俺用事あんで引けるっす。ダメだって、そこいじったら。そういうの流せないって知ってんでしょ。ねえ、なになに？幹事って、ナオト君となんかあったの？それよりさ、なんだか最近変じゃない？町の雰囲気、みんな妙に浮かれてるっていうか、他人の話ばっかりして。そう？別に今に始まったことじゃないっしょ。やばい事件が解決したんで、不安がなくなった反動じゃん。世間なんてそんなもんよ。まあ旬が来てるんでしょ。即熱して即冷める、お祭りよ。全部流行り廃りに訳なんてない。でもいくらなんでもちょっと変っていうか、なんだか怖がってるみたい。あ、ごめん、そんな気がしただけ。ふん。今夜も雨だっけか。テレビはチェックだね、一応。皆さんこんばんは。探偵王子こと白金直人です。世紀の大実験、ゲノムプロジェクトへようこそ。僕がこれから受けるのは人体改造手術。禁じられた素晴らしき秘宝、あなた方は今こそ目にするでしょう。この僕の新たな旅立ち、新たな誕生の瞬間を。僕という人間がある日を境に全く別の人生を歩み始め、そんな記念日を皆さんと共に体験したいと考えています。どうぞお楽しみに。あ、もし
配っすか。今な、ナオトの野郎が。これつまりあいつ誘拐されたんじゃ。テレビがはっきり映って喋ったりするのは確かあっちに放られてからなんすよね。どういうことっすか。犯人捕まってるはずじゃねえんすか。あ、すんません。探偵だの手柄だのっつっててめえが拉致られてりゃ世話ねえだろうが。クソ、イライラすんなあいつ。とにかく明日すぐメンツ揃えましょう。